どうも、キース世界マサです。アスリート逆だろというわけでですね、今回マズラビデオ仰天シリーズでございます。というわけでですね、世界情勢に詳しいミスター関を呼んでおります。うわー、こんばんは。なにぃやー、ミスター関180cm、80kg だ。野球選手か。今回の仰天シリーズは、奇妙な部位から変な音が出てしまったり、就寝前、起床後に突然爆発音が頭の中で響いて不眠症に陥ったりと、世界中には不思議な奇病が多く存在するのね。というわけでですね、今回その不思議な奇病について触れていきたいと思います。人間の体から発する音といえば、おならやゲップ、くしゃみ、鼻づまりなど我々にも一般的なのね。しかし、ごく稀に想像もできない部位から変な音が出てしまう、鳴ってしまうことがあるのよ。この奇妙な症状は、アメリカ・オハイオ州に住む72歳の男性から報告され、彼は陰嚢から口笛のような音が鳴ると医者に申告したのね。楽器じゃん。玉楽器か。その男性は精巣に細菌が入り炎症を引き起こしたため、陰嚢を切開して膿を排出する手術を受け、しばらくすると再びその男性が来院。なんと陰嚢から口笛のような音がすると相談してきたのね。あ、じゃあつまり玉に穴が開いてるってことですか。そう。おお、すごいよね。玉のハーモニー聞きたくねえよ。そして検査の結果、その原因が明らかになり、まず男性は気胸のような状態にあったのね。そして本来気胸は肺の空気が外に漏れてしまう我々にも馴染みのある病気なのよ。ところがこの男性はただの気胸ではなく、胸壁の内側だけでなく、腹部や咽咽陰嚢の後方から肛門までの間、陰嚢にまで空気が溜まっていたからなのよ。酸素くん窒息しちゃうな。簡単に言うと、男性の体は空気でいっぱいだったのね。そしてここから男性の奇妙な症状の原因が続々と明らかとなったのよ。彼は前回陰嚢部分の手術を受けていたけども、その手術でできた陰嚢の開放層からお腹に溜まった空気が押し出されて、口笛の原理で音が鳴っていたのね。おお、じゃあもう口か玉かの違いでしかないわけでしょ。そういうことです。おお、口3つ増やすなよ。そして医者はどうしてそうなったのかはっきりとは分からないと述べており、陰嚢手術以外のきっかけは不明なままだけども、男性は空気を排出する手術を受けることでこの悩ましい症状からは解放されたというのよ。男性にとって恥ずかしい経験だったけども、極めて稀な症例として先月アメリカの学術誌にも報告されたのね。金玉かよ。もう一つは頭内爆発音症候群。寝入り腹に突然頭の中で大きな音が鳴り、目が覚めてしまう睡眠の病気なのね。普通は痛みはなく、パラソムニアと呼ばれる睡眠中に異常行動が出現する睡眠障害なのよ。その爆発音にも種類があり、金属が擦れる音やシンバルの音、はたまた散弾銃のような銃声みたいな音と多岐にあり、 MRI 検査が必須となるのね。もうこの音でタクシー止められそうだよ。渋滞してるだろ。そして自然に良くなったり、現在では薬での治療法もあるけども、症例は少なく、確実な治療法自体は確立されていないのね。そしてもう一つは、咳化したように体が動かなくなってしまう病、カタトニア。運動や会話に障害が出る重度の精神疾患で、緊張病とも呼ばれることがあるのね。動くことも話すこともほとんどできないとなると、意識もないと思ってしまいがちだけども、カタトニアを経験した大勢の患者の症例記録を見てみると、症状が落ち着いた後に医者が何が起こっていたのかを聞くと、多くの患者は何が起こっているのか気づいていないし、覚えてもいなかったのよ。サボってたんだよ。昭和かよ。そしてある者はとてつもない恐怖を感じ、またある者は長きにわたる硬直状態に苦しんでいたと証言したのね。いずれにしても全く身動きできない状態が共通の症状なのよ。あのリモート会議でフリーズしたフリするやつ、悪いやつだ。そして幻聴で何かをやるようにと指示をしてくる患者もいるというのよ。またもし動いたら頭のそばで爆発してしまうと幻聴に言われた者もいたのね。また似た症状の患者は蛇の姿がはっきり見えて話しかけてきたと語るのよ。蛇のせいかよ。昭和じゃねえか。そしてカタトニア症は神経学と精神医学の中間に位置する未だに謎の多い病気なのね。患者はどんなことを体験しているのかをうまく汲み取り、理解できれば元気づけ共感を示すことができるのよ。我々にはまだ人知を超えた未知の病が多く隠されているのかもしれないのね。おー、疫病とかもね、その一つでしょ。一緒にするな。